おはようございます。お待たせしました。なるほど。ということで、はい。小島さん、出来上がりました。出来上がったらしいです。どうも、ありがとうございます。こちらが噂のロールスロイスです。会長、初お披露目ですか。今初めて。飲み物置き場。今さらっと開けたとこ、シャンパンとか入ってるところですか。あ、そうです、はい。こちらにもグラスが入ってまして、はい、これ本当に水入れてる人いるんですか。見たことないで、まあ、こちらにはあの冷蔵庫になってますので、はい、こちらでマックス、はい、シャンパン、あ、ごめんなさい、この中に多分ブランデーとかいるんじゃないですか。はい、ないそういう人もいない。いないと思います。まあ、雨降ってるじゃないですか。で、会長乗ってる時、現場着いて、例えば俺が開けるじゃないですか。で、会長って出ようって雨降ってて、このボタンをバシッと押すと入って、このままあるとあー、そう、まあ、大丈夫だよ。なんか、変なやつが来た時はこれで作ってるね。すごい強そうなやつと、ちょっととんがらして、ねえ、刃物にしてるのが、これもロールスの傘なんですか。もちろん。うわ、本当だ、マーク入ってるんですね。これ入ってるんです。あ、入ってるんです。うわ、この傘だけ欲しいですね。どこが一番そのファントムスーツで見何がどう一発で見極めるのどうかって言うか、このライトの中にあの腰が入ってるんですね。腰、はい、エンジンかけてませんか。なんでそれでもう一発でシリーズ。この中にあの上のスターライトあるじゃないですか。あとグリルのデカさが若干違うぐらいで。おー、ほんとだ。これ、あ、これが最新モデルの証拠なんですか。みたい。それしかない。ちょっと怖いかと。いや、ちょっと怖いよ。思ったこと怖くない。十分ガツいしね。ガツ、センサーこれまた車庫とかもさ下がるんですか。箱あ、下がる。下がるけど、わずか。わずか。箱これ、上がってる、上がってる。ちょっと。これ、下がってる。あ、若干。夜とかも見ないとわかんないよ、ね、うん、もう本当に一発でバレちゃうじゃん。都内でこれ見かけて追いかけたら会長に会えちゃうんですよね。まあ乗ってない可能性はある。動画出して大丈夫ですか。そんなこと言ったらそもそもこんな車乗らないわ。だって、はい、もう基本的にロールスロイスを買おうっていうつもりはほぼなかったもん、人生において。俺は昔から言ってたけど絶対似合わんと。親父結構好きだったけどね、はい、あ、お父さんロールスみたいな車好きなんですね。ロールスみたいなのって高級車好きだよ。じゃあトモさんはこう会長の車担当としてロールスロイス買うぞって言われた時びっくりしたの。えっ、これは前からロールス買うか、はい、ロールスじゃないでしょうってもう10年以上前から言ってたから。今その時やったら、まあ、年を取ったっていうことですね、僕も、うん、なんか最近 YouTube とかやってて、はい、俺はもうおっちゃんなんだっていうことを改めて再認識できたんで、うん、おっちゃんなんだったらもう乗ってもいいんじゃないの。俺乗ってたら、はい、俺だって分かるでしょ。分かってもいいと思って、だって俺だから一応前誰だか分かるでしょ、はい、そんな危ない人じゃないから、知らんけど、なかなか本当に知らない人が出てきたら、ちょっと怖い車かもしれないけど、知ってる人が出てくるのかね、俺、レベルツーマン取るんだけど、だって言われちゃうよ、絶対。でも、
ゃなんかどっかのラブホテルに入っていくわけでもないしさそうね、ああこの車でなんかね、はい、誰かの車をわざわざ煽るとかさ、うん、そんなことをするつもりもないし、むしろ安全運転するだけだ俺が運転してるわけでもないし、で東京で見かけたら、あ、松浦会長だと思ってくれればいいって。いや、でも乗ってないで移動してる場合の方がいいじゃないか。はい、普段乗り、普段からバンバン乗れるからやってみるけど、六本木の裏の通りとかきついだろうね、はい、だってエスカレードもきついだから車乗ってってんのに 100m ぐらい最後歩くとかいいじゃんっていうのはある。はい、ということで試乗ですね。うん、これは消せるんですよね、このスモークにできるって言ってましたね。おお、完全に見えないですね。アルファードにもついてるけど、はい、あまり使わないね。いや、なんだろう、どっかコンサート会場に行って、はい、とか帰るときにファンが出待ちしてたりするけど、はい、俺のファンじゃないんだよ、はい、だから隠すんだよ。あ、間違いないね、アルファードとか、はい、パーティションつくとリセールバリューが落ちるんだよね。どのくらい落ちるんですか、これ一つ。結構落ちない。これをつけるのは高いよ、多分、うん、分かんない、大体だよ、分かんない、はい、800万とかするんじゃないか、多分。あのこれをつけるで、みんなつけない理由は、次中古で売るときに、はい、ついてる方が値段がつかないし、前の人が辛いから、はい、前の人リプライングできないじゃん。そうですね、辛いんだよ、運転手でずっとこんな感じしてみなさいって。でも俺過去全部の車全部もう運転手でやってて、運転してもらう人に対してこれ前提条件で指導してるから、辛いよっていうことを前提で、うん、でもあの乗り心地自体はなんかふわふわで気持ちいいですね。今のところ何も感じないからそうなんだろうね。この車ってさ、多分あらゆるところをセレクトしていくから、ほぼ全部ワンオフになるんですよ。この車も会長選んでたんですか。選んでる、まあ、さっきの村山と一緒に、はい、あいつがさ、中学校とか高校でも切ってもこんなガフガフってやってた時に先輩だから俺会長先輩だ好きなの、元々 車とかが、うん、で詳しい。俺も好きだけど、これいいなと思ってもあいつに聞いちゃうんだよね。ああ、あいつがいやって言ってやると。で、外中の車とかそういう乗り物担当なんですか。あの、ちゃんとした歴史と ABX の偉い人ですよ、割とちゃんと偉い人ですよ、はい、でも、あの車好きだから俺の車見てくれって迷惑だと思う今日車来るって昨日知ったんだよ本当あの知らんかった今まで。納車されてもやったことないでしょ、この納車するから通るなんて、はい、あんま興味なかった納車っていうことにでもよく見ると、はい、みんな納車されたってわざわざ YouTube 回すじゃん、はい、まあ、回すんだと思って、でも回すんだなと思ってても、はい、いつもまた忘れちゃって言ってもう3日前に納車されてますみたいな話ばっかだからやったことないよね、納車ってね。いやない。だからさ、なんだっけ、時計も勝手に買いに行っちゃったじゃん。そんなの取りたいのっていう感覚なんだもん、だって。取りたいし、なんかよく、僕も会場のインスタのストーリーで気づくんですけど、ビュービトンでなんか数千万買ったとか、あれも全部本当は取るやつですよ。あ、そうなんだ。いや、だって、ビッグイベントじゃないですか、普通。そんなとこ見れないから。うん、ビッグイベントかもしれないけどさ、はい、そもそも、僕はもう来年60歳のおじいさんですよ。その世代からするとそういったものをバーンって買うとかっていうのは本当は、はい、そのなんだ、あまり大ピアにするものではないって教えられてまだ育った世代ですよ、はい、みんな嘘つけって今思ってるかもしれないけど、はい、本当そうやって育ってるからあんまりそういうのなかった。お金をボーンって並べるとかもなかった。やっちゃいけないっていう教育が昭和の、はい、でもある時 YouTube 見てたらさ、はい、みんなバンバンお金出してるし、はい、なんでこいつは下品な人たちなんだって思ったんだけど、はい、あ、こういうのがウケるって聞いて、そうなんだ、じゃあ俺もやってみようって、めちゃめちゃインスタの変なアカウント作ってやったじゃん。やってましたね。めっちゃなんかアホな金持ちのやらしいやつみたいな
あれからだよ。それまではこういうのは見せるもんじゃないっていう意識だからさ、中に企画の中にロールスって書いてあったから、ああそうだなと思ってて、申し訳だって気がついたのは昨日だよ。そうで、一昨日でしょ、はい、あれ忘れてたらもう忘れて納車されてました。これそうです。正直に言うと、いや、嫌味じゃないよ。こんなもんかって。まさか。すいません。本当すいません。こんなもん、まあこんなもんだろうなっていう想定内だよね。これすごいすごいで思わないよ。ありとあらゆる車見てさ、車屋の息子として育ってありとあらゆる車見てずっとやってきたわけだから、もう想定内じゃん全部が。ダメだね。こういうのを年を取ったっていうんですかね。あ、会社に行くわけじゃないんで、また駐車場のとこでいいですよ。うん、駐車場の方で。はい、わかりました。会長、この後とある方と、そうだね、ご飯食べに行くということです、うん、では、はいはい、はい、あ、もしもーし、はいはい、うん、あ、車乗っけてもらっていいですか？あ、いいよ。わかったわかった。じゃあ、さっきのとこに。じゃあ、あのさ、うん、今もうメイク終わったから、うんうん、いや、なんかね、ちょっとサングラスが歪んじゃって、一瞬お店行って直してもらいたいから、分かった、で、そのままピックして、二人行く感じにしようか。うんうん、なるほど、二人乗れないよ、これ。二人乗れない？後ろ三人の、この車自体が運転してるよ、4人しか乗れないんだよ。4人、うん、後ろが2人なんだよね。後ろがあんなでかくて2人しかどっちにしてもさ、じゃあ、あれだよ、あのお店に行くんでしょ、その後車買いとくわ、もっと乗れるのに。え、今の電話エリカ様だ。エリカ様だね。くぅ、何ご飯食いそうです。半ぐらい食べるだろ。多分ご飯時間ないってことなんであれですけど、会長の方で出演交渉お願いします。タイミング見てね。はい。いや、俺もエリカも多分 OK でしょ。ただ、はい、事務所の考え方とかさ、はい、何も決めてないし何も発表してない中で、うんうん、俺の YouTube に入れていいのっていうのはね、はい、でも土食べ行くだけだからね。寿司食べながら何かそういう話があればお願いします。すごい。カーまであるんだけど、下カーになるすごい。ありがとうございます。うん。あ、いい、どうした？うん。うん。うん。会長、死ぬほど目立ってます。早く。どっちでも行けるよ。いや、会長。出演交渉だけお願いします。対談の出演交渉を。あ、そうです。はい。ありがとうございました。